こんにちは。プロジェクトバラエティ系 YouTuber ナビゲーターの伊藤田です。今日もつかの間のマニアックバラエティ番組としてお楽しみください。ということでですね、今日はですね、以前 YouTube で登場していただいたキャリアコンサルタント、人事のプロ、竹内さんにお越しいただきました。ありがとうございます。皆さんですね、竹内さんとのコラボ動画ですね、これ1万回転以上してまして、まあ、皆さんにお役に立ってるなっていう実感があったんですよね。なので再度お声掛けしてですね、今回はぶっちゃけプロジェクトマネージャーで出世するにはまあどうしたらいいのっていうのね、ここをですね聞いていきたいと思います。今回初めましての方がいらっしゃると思うので、もう一回自己紹介だけいただいてもよろしいですかね。まあ、私人事歴が長いんですけれども、1986年から企業人事を長くやっていて、まあ、どちらかというと実務畑を中心に歩んできました。10年前に独立をして、まあ、キャリアコンサルタントということで自分の会社を立ち上げて、まあ、実際に転職であるとか今職場で、仕事の、まあ、あれこれについて悩んでいる、あるいは課題に直面している人たちのお悩み相談ということで仕事を始めたのがちょうど10年前からになります。結構 YouTube 見て連絡しましたっていう方いらっしゃるんですよね。意外に見ていただいているようで、そうですよね、人事の方からもお話もいただきますし、本当に今キャリアに関してどういうふうにしたらいいのかっていうことをちょっと相談するときに連絡が来たりします。そうですね、皆さん引き続き動画概要欄に竹内さんの会社の URL 貼っておきますね。まあこれ別に今回はね、プロモーション動画じゃないので気になったら連絡をお願いします。まあ、今回はぶっちゃけプロジェクトマネージャーが、まあ、出世するにはどうしたらいいのかといったところを、まあ、具体的に掘り下げていこうかと思ったんですけども、皆さんもですね第1回目の動画見てない方はぜひこの後に見てみてください。プロジェクトマネージャーの知識技術経験を高めていくのは、まあ、前提としてプロジェクトマネージャーとして出世もしくはキャリアアップしていくために具体的に何をすればいいのかなというのをお聞きしたいと思うんですが。そうですね、前回プロジェクトマネージャーってスキルであるとか経験であるとか、あるいは専門知識っていう、まあ、本来持たなければならない素養があることは、まあ、前提なんですけれども、まあ、それ以外にこう人をこう引きつけていくためのこう人間力であるとか人間性であるとか、あるいはこう信頼関係を築くための立ち居振る舞いっていうのがやっぱりもう一歩で重要だっていう話を中心にしてきたんですけれども、もう少し個人が持つ資質っていうこともすごい大切なんですけれども、メカニズムとしてどうすれば活力があるプロジェクトチームが運営できるのかとか、その中からこう自分に置き換わるような、まあ、次の後継となるリーダーがどんどんこう輩出していくのかっていうところには、やっぱりこうなんか構造があるんだろうなっていうふうに思っていて、そこについてお話が今日できればなと。ということは前提として、まあ、経営者がもしくは上長がプロジェクトマネージャーを見たときに、そのプロジェクトのチームがまあワイワイガヤガヤしていて非常に生産性高いと、楽しそうに仕事やってると、で続々と次世代リーダーが現れてると、なんだこの状態はと、さらにそのプロジェクトのチーム以外の組織の人も、なんかあそこのチーム楽しそうだぞと、あそこに入れば成長できるんじゃないかと、まあ、そういうのを経営者とか上司とか見て、あ、このプロジェクトマネージャーすごいなという感じになっていくってことですよね。多分経営者の方とか、あるいは事業責任者の方ってそういうことやりたいんですよ、自分が、やりたいんだけれども、そうは言ってもこう全体経営であるとか事業の、まあ、マネジメントをしていくときに、まあ、そこのところまで目配りがいかない。でも逆にそういう自分自身がやりたいっていうことを、まあ、まさに分身として実践してくれているプロジェクトリーダーの存在はすごいありがたいと思います、そういうようなチームを活性化させて新しいリーダーを輩出し、周りからもリスペクトされて一緒にやりたいですみたいな、こういうプロジェクトマネージャーになるためには具体的に何すべきなんですかね。それが前回のまあ、動画の続きにもなるんですけれども、はい、まあ、前回の動画ではプロジェクトリーダーにとって必要な資質みたいなところにフォーカスを当てたんですけれども、もう一つこうマネージメントプロジェクト
チームをマネージメントするためのなんかこうエッセンスがあるようなやっぱり気がするんですね。なるほど。でそれが、まあ、私が考えるにはあの小集団のこう、まあ、競争関係をいかに演出できるかっていう、プロジェクトチーム自体が小集団のチームじゃないですか、うん、でもその小集団のチームでもその中に2人でも3人でも一個一個の単位の小さな集団を作り上げていく、はいはい、あるいは関係性を持っていって、そこ同士を切磋琢磨させるようなそういう環境をいかに作れるかっていうのが、私はあのプロジェクトリーダーの結構重要なテクニックじゃないかなっていうふうに、前回の資質の話をしたんですけれども、でもそう資質だけではなかなかあの、うん、いいチームはできないだろうな。やっぱりそこには、まあ、続々と自分の後継となるプロジェクトリーダー的な主体性があって、責任意識があって、問題に対して当事者意識を持った、まあ、逃げない人材がどれだけ輩出されるかっていうことなんですけれども、うんうん、プロジェクトリーダーの立ち振る舞いを見習ってっていうことだけではなくて、やっぱりプロジェクトチーム自体の活動を通じて育て上げるためのこうメカニズムがやっぱり必要なんだろうな、うんうん、その小集団での競争っていうことだと、まあ、竹内さんも私も経営者なんであれなんですけど、はい、会社の中の組織構造、はい、A 案 B 案あって、まあ、どっちを選択するかによって、そのもう競争もそうですけど協調とかもいろんな要因があると思うんですけど、はい、こう組織のアウトプットってやっぱ変わってくるじゃないですか、はい、それとなんか似てるっていうことですよね。そうですね。それをこうあのすぐにやってもこう押し付けになるので、うんうんうん、やっぱりこうプロジェクトチームの形成期において、まあ、少しずつそういう枠組みですかね、メカニズム機構を作り上げていく。でそれをこう信頼してもらうためには、あのそのプロジェクトリーダーとしての資質っていうのがあのすごく重要になってくるんですけれども、うんうん、でもそれだけだと続かないっていう。竹内さんの第1回目からの動画で言うと、はい、そもそも PM として、プロジェクトマネージャーとして人間的魅力を高める、でそこに人がついてくる、もしくは、アサインされる、さらにその構造的なものをちゃんと整備して、まあ、健全に生産性高いチームにしていくみたいな今話の流れですよね。そうですね。そこに競争の概念がどうしても必要なんだ、うんうんうん、まあ、私も人事屋なので競争っていう言葉を使うのは比較的人事の人って躊躇するんですよね、はいはいはい、競い合わせるのみたいな、うんうん、この話をするときにやっぱりいつもこう自分の中の脳裏に鮮明に浮かび上がるのが箱根駅伝なんですよ、はいはい、あれはまさに集団間競争と集団内協調のもうすごくいいモデルなんですよね。じゃあその集団間競争してるから、その箱根駅伝に出ているチーム、まあ、大学のチームであるとか、あるいはそこに出られなかったチームの人たちがこう悪意を持って何かするっていうわけではなくて、やっぱりその場自体を途切れることなく、まあ、存続させていくっていう、そういうこう雰囲気をやっぱりもたらしていく。あ、結構難しいですね。それだからなんか仕事としてはそれぞれの人、まあ、チームメンバーが、はい、もしくは従業員が、はい、それぞれの価値観に合わせて、はい、どの仕事が花形なのか、はい、それは従業員の感性によって変わってくると思うけれども、はい、そこに行けなかったとしても、はい、競争の中で、はい、その全体にいること自体がハッピーというか、はい、そこでなんか成長できるっていうか、全体を盛り上げたいみたいな、こういうような雰囲気の組織を作り上げるってことですよね。そうですね。まあそこになってくると、あのチームリーダーだけではなくて、そのチームに所属しているリタの精神みたいな、うん、まあ、ちょっとあんまりこう精神的な話しちゃいけないんですけれども、うんうんうん、でもやっぱりその活動っていうのがこの自分たちの、まあ、利権だとか利得を超えた大義名分っていうものがあって、初めてそういう合理性の限界を超えた影響力を発揮することになってくるので、うん、そこはやっぱり必要。なんかだんだん高度な話になってきましたね。そういうのを学ぶのって具体的に何を学べばいいんですかね。はい、こう学問というか本というか、うんうん、多分視聴者の方はそういうのが多分知りたいのかなと。そうですね。マネージメントって一言で言うと何かっていう問いに対して、あの Doing things through others っていう、はい、
を通じて何事かをなすっていう意味のこう中心にあるのがこの通じてっていう、だから仕組み化なんですね。そして私はこの仕組み化っていうのがその集団間の競争であり集団内の協調っていうメカニズムであって、そこで活躍する他っていうのは、まあ、感情を持った人間なので、この感情を持った人間がライトスイング適切なことをするための仕組みを提供するのが、まあ、マネージャーでもあってもプロジェクトリーダーであっても必須の要素だと思います。その構造をどう作り出すかっていう。なるほどね、はい、いくつかのいろんな手法ってあるじゃないですか、はい、たくさんもう世の中にもうすごく溢れていて、それをまあつまみ食いすればするほど混沌とした世界に入っちゃうんじゃないかなと思っていて、でよくはまあ私がそういう何を学べばいいんですかっていう問いに対して答えるのは小説です。私はある経営者の方とか経営研究家の方、これ私が最初に気づいたことじゃなくてアドバイスを受けたの、何を学べばいいと同じように聞いたら、いやそれ竹内君小説だって、うん、やっぱり優れた人間理解をするためには文学が最もいい、うん、でその文学自体を学ぶ読むっていうことではなくて、そこにいる登場している構図であるとか登場人物の発言っていうのは作者の発言、うん、作者の意図なので、作者がどうしてこの登場人物にこの発言をさせたのかっていうことを類推しながら読むと、まあ、正しい人間理解になってくるんだ。だから経営は文学だって。いや、よく大学院行った時にもう10年以上前ですけど、そのビジネス書籍なのに物語帳で全部書いてあるやつあるじゃないですか。例えば有名なところで言うとザ・ゴールとか、あとは三枝さんの小説とか、V字回復の経営、そうですそうです、下町ロケットとか、まあ、あれはまあちょっと小説の部類に入るのかな、ビジネス書じゃないかもしれないですけど、そういうことですよね。そうですね、なんかやっぱりメソドロジーを学んでも魂が入らないので、やっぱりこの実感としてそれを吸収しないといけない。でそれは確立された経営手法のワードじゃなくてもいいと思うんですよ、自分の言葉で、うんうん、できれば自分の言葉で作り上げちゃった方が余計より伝わり安いと思うんですよね。まあ、大学院で一応教員やってるんですけど、ケーススタディ使いますよね、確かにね。それを物語で、で自分はこう思うけど他の人はこう思う、なんでなんでみたいなディスカッション始まって、ああそういうふうに考えるんだみたいな、そこで学ぶみたいなところもありますよね。時間がかかる作業かもしれないんですね、ビジネス専門書スキル100全集みたいな、これ見ても多分あまり意味がない。でまあ、聞き手からすると、あこの人なんか取ってつけたモチベーションアップのノウハウ集を読んできたなって伝わっちゃうじゃないですか。さすが人事のプロですね。なんかやっぱりこう、まあ、そういう面ではちゃんと自分の言葉に置き換えられて、自分ができている部分とできていない部分を、まあ、正直に誠実に伝えることによって相手の共感は得られてくるっていう。このプロジェクトマネージャーが考えるこう出世プロモーションと、こう経営者がこの人をプロモーションさせたいなっていうような考えにどうしても乖離があるように見えるんですよ。例えばプロジェクトマネージャーの言葉で言えば、いやこんだけね期日に迫られていてリソースも少ない中、まあ、頑張って達成しましたと、でどんどんそれがずっとやっていくわけですよね。でだからこそまあ出世したいっていう意欲がある方もいらっしゃると思うんですけど、一方で経営者の方は、まあ、さっきも話に出てきました、こういうような人材をこう上に上げたいんだよねみたいなところで乖離があると思うんですけど、こういうのって実際会社の中であるもんなんですかね。例えば人事評価であるとか昇格審査の、まあ、期待される管理者像とか、まあ、それを読めば求めているものはあるかもしれないんですけれども、大方そういう文字化されたものは経営者の心からは切り離されてます、まあ、どちらかというと人事だとか、もしかすると外部のコンサルが、まあ、美しい言葉で作り上げたもの
なのでそこにこうあんまり向き合いすぎると間違うんですよね。やっぱりあの経営者の方がやっぱり一番求めていて期待されるプロジェクトリーダーのイメージっていうのは自分の分身だと思います。過去の違う動画で僕は言ったのにちょっと共通してるかもしれないんですけど、例えばプロジェクトマネージャーいますと、で自分の上司もいます、そのまた上司もいます、経営者がいますって言った時に、上司は次に自分の仕事を任せられるのはこの人だなっていうふうに思ってもらうためには、このプロジェクトマネージャーがどういう人間性でどういう思考回路で、どういう傾向がある人なのかって知ってもらう必要がありますよね。でそれ文章化できないと、でさらにこの上司はこの人を昇格させたいっていう時に、さらに上司に対してもその説明が必要だから、プロジェクトマネージャーがその2階級上の上司にも自分がどういう人なのか、どういう思考回路の人なのか分かってもらう必要があると、僕の動画で言ったんですけど、それすごい正しいですね。だから文学の世界だと思うんですよ。その自分の直属の上司がどういう人物であって、その選んだ例えば経営者っていうのはなぜその人を選んだのかっていう、その正しい理解がプロジェクトリーダーを任された時の立ち振る舞いの原点になると思うんです。でよくこの話をすると出てきちゃうのが、じゃあまたノミニケーションしなくちゃいけないのかとか、なんかいろんなそういう過去のザ・昭和みたいなやんなくちゃいけないのかっていうふうに出てきちゃうんですよね。僕はそう思ってなくて、例えば会議の合間の、まあ、ちょっとした積極的なコミュニケーションであったりとか、あとは相談、こういうことでちょっと悩んでるんですけどいいアイデアありませんかね、いやそういうことで悩むんだ君みたいな、なんかそういう仕事の延長というか仕事の中でのコミュニケーション大切だと思うんですけど、これもやっぱり効いてくるもんなんですか？そうです、まあ、そういう回数を作ることも、まあ、ある意味大切なんですけれども、私はそれ以上にやっぱり深く考えることだと思います。この上司は何を考えて何に悩んで、どうして今日の会議であの発言をしたのか、だから作者がその登場人物にいろんな発言をさせているその背景、それはその会議の場の発言じゃないと思うんです。背景がある、そう言わざるを得なくなった背景があるはずなので、その背景がどうしてこの今日の会議で上司は感情的に反応したのかっていう構図をちゃんと考える時間を取るっていうこと、で多くの、まあ、マネージャーにしてもプロジェクトリーダーにしても、まあ、私自身もそうかもしれないんですけれども、その時間を取らないで表面的な対応をしてしまうと間違いない、違ったことをしてしまう。だからやっぱりプロジェクトリーダーの方ってで通常のこうねオペレーションで回さないといけない、意思決定もしないといけない、すごい時間的な制約があるかもしれないんですけれども、でもやっぱり混沌とした日常から離れて構図を考えることもすごく重要ですね。今話聞いてて、やっぱりどうしてもプロジェクトマネージャーって、まあ、IT 業界の方やっぱ多いと思うんですけど、IT の技術者からまあ、出世してプロジェクトマネージャーになられた方とか多いと思うんですけど、今までこう技術に対してこう真摯に向き合ってきたと、でプロジェクトマネージャーになるといきなりそこに人っていう要素が入ってくるとプログラムではないような、ということはその知識技術っていうところから一歩抜け出て人間に興味を持って、いろんな人間がいるんだなと、どうしようかと、そこでまあ人間の関係性であるとかそれを考える時間とか、まあ、そういうのを確保学ぶってことが重要ってことですよね。そうですね。まあ、意図的にその時間を取るっていうことだと思うんですけれども、まあ、私はよく言うのは小学生言ってるみたいでちょっとあれなんですけど、日記、やっぱりこう振り返りの日記をちゃんと、まあ、事実と感情を織り交ぜながらやっぱり記録に留めておく、それが積み上がってくると必ず深い人間理解できるのよ、この人の今日こういう言動があった、でそこでは気づかなかった出来事が1週間後のその人の言動を書いてる時に、1週間前に、これこのつながりでこの言動になってるっていうことが気づくと思います。ちゃんと考える時間を作る、でそれを、まあ、できれば信頼を受ける人にこう言葉で話していく、で、まあ、連用日記でも
1年の日記でもいいんですけれども、まあ、メモでもいいんですけれども、それを文字にして蓄積をしていく、これが多分一番正しい教科書になるような気がします。竹内さん、あの永遠と話せるようになっちゃうので、ちょっとまたちょっと3回目やらせてくださいよ。はい、今日はありがとうございました。ありがとうございます。